きっていうか、いや、それは知らないよ。俺会ったことねえから。うん。ただいま。コメントに向き合わないと即ブロックとか？いやいや。いや、向き合ってやるよ。だからなんかあるんだったら、言ってくれよ。なんだよ、お前。いちいちうるせえな。だから、昨日ミーサー幕でユモ兄が俺のアンチコメを打ってたの。だから、こいつダメだな、と思って。あんたたち行くわよ、KP。KP。ミーから今日、俺に、うなちゃん昨日ありがとねーって、LINE 来てたよ。だから、リスナーってバカだよな、本当に。どんなにディスったって、な。あちらさんは俺のことをディスれば、リスナーが来るってもう味しめちゃってるから、いくらでもディスるの。ね。わかる？だから、あんだけディスったって、うなちゃん昨日ありがとうっていうメールっていうか、LINE ができるのよ。わかりますか？君たち。まあ、そこで俺が会うか会わねえかは関係ねえけどな。あんだけおめえ、ノーズラこいて、なあ、ガンガン言っててな、昨日はありがとうじゃねえよ。人のチャリンコのよ、画像とかよ。なあ、トップに上げててよ。ニモニア配信者ではないよ。あんなの配信なんかできるわけねえじゃねえ。そうそう、シオンね。だから、意外と多分ね、シオンなんか分かってくれるかな。俺はすごくシンプルなのよ。だから、孤独で単独で、あと、人に深入りしないっていうのを徹底的に守ってやってんのよ。だから、相手から来る以外にこっちから行くってことはないよ。幸せを願ってるよ。いや、今でも十分幸せなんだよ、おじさんはよ。大丈夫だよ。ああ。なんかまた見よう。よっちさん、こんにちは。謎の女がよ、うなちゃん、今度うなちゃんち行っていい？とか言って言うからよ。俺ん家来たってしょうがねえだろうよつって言ったんだけど、謎だったらいいかなと思って、おめえ俺のこと好きなのかよつったら好きとか言って、なあ、配信者な。優しい子だよ。うん。大阪の子だけど。あの、ギャン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 、ネスルーネスルーネスルーとか言わないから。うん。そういう人じゃないから。うん。柔らかい子だよ。うん。関西でも、まあ、いろいろタイプあるんだよ。うん。ね。
謎とも何回か飲んだよ。うん。なんか今度俺んち遊びに来るみたいよ。京都の人はそれを言いまくってたね。ああ、ナイスルート、ポンポンサンキュー、ポンポンサンキュー、ポンポンサンキュー。俺、助手席で、結構、まあ、ぶっちゃけ言うと悪いんだけど、画面見るなよ。棒読みつけてんだからって思った。もう運転集中してくれよって、俺おっかねえわって思ったもん。ガチで。すぐ携帯こうやって触っちゃうしさ。いや、触るってことは走りながら携帯触るっておかしいだろっつうの。いや、俺ダメなんだよ、そういうの。ちんたらくせえの。ただ、ね、乗せてもらってるから、文句は言えねえからよ。黙ってガーってぐぬぬマンになってたけど。まあまあ、おっかねえね。もう無言だもん俺、ほぼ。だって交差点止まっても信号青になっても全然走り出さねえと。ああ、こういうのいるよって思ったら、こういうことか、みたいな。ああ。おい、自転車来てんのって。俺、放送中にも言ったけど。見てねえんだから。どっち見てんだよ。前、自転車見ろよ。携帯見てんじゃねえよ。そこじゃねえんだよ。だろ？なあ。そう思わない。いやー、曲道は、あ、今度？近藤はだって覚醒剤やってるような人だから俺は付き合いたくないよ。うん、勘弁して。あの人にあの車は？いや、でもいい車だぜ。結構もうフルオプションだから。うん、ウインカーからバックから何から全部ついてて、一番ハイグレードなやつじゃねえの。うん、すげえや。最近の車はもうこんなに、あの距離が、あのバックモニターで見えるんだって思った。うん、目視はいらないんだなって思ったよ。すげえなーって。ああ、あれでも240キロぐらいまでしか寝ねえよ。260ぐらいまでメーター切ってあったけど。うん、中間加速は早いかもしれないけどね。
100から200ぐらいまでが。あ、俺はあのモニターはあんまり基本的に信じない人だから。うん。まあ運転は慣れだから事故は起こさないに越したことないからね。みんな安全運転でね運転してください。今日おばちゃん放送しねえじゃん。なあ。アルファロメオおばちゃん。ねえ。RB26 は免疫中の免疫？あ、いやー俺はそうでもないと思ってんだけどね。初期の32の時の26はダメだよ。6万が棚落ちするっていう、あの、水穴とヘッドのね、うん、エアインテークの問題があったけど、33でだいぶ回路されて、34でもう、ほぼなくなったけどね。型が変わったから。純正でね。ただし、34で問題になったのは、ラジエーターの問題だよ。うん。水温。あと、油温。この二つの問題。うん。夏場の。ん？嵐の前の静けさ。どうした？なんか嵐なんか来ねえよ。あ、残り9分前か。ちょっと延長しとくか。よし。それは3号のエンジンでしょ？うん。油温は確かに上がり、だから俺は自分の34にはRs の19段のオイルクーラー入れてたよ。うん。で、そこは迷ったんだけど、ラジエーターをどうしようかなと思ったんだよ。みんなね、アルミニのラジエーターの、にしたんだけど、俺は銅にして、4層の銅にした。うん。その方が冷えるから。走行中の冷え方よりも止まってる時の冷え方の方が銅は冷えるから、銅っていうか真鍮な、うん、うん、俺は真鍮にしたんだよ。で、俺はラジエーターはサイドフローにしたの。
で、ウォーターポンプをスローにしたの。まあ、ウォーターポンプをスローにするって言っても、エンジンわかんねえやつは何の話かわかんねえだろうけど。ラジエーターに水を流す、プレッシャーポンプの水圧を下げるっていうこと。ゆっくり流すんだ。だからゆっくり冷やすんだ。だから俺のはオーバーヒートはしなかったね、一度も。あっちっちにはならなかったよ。真夏でも渋滞にはまっても、うん、まあ車の話はいいよ。おじさんはもう無免許ですから、維持費はどうなのかね。3号は、日産のプレミアに入るのに、年間あれいくら払うんだっけ ?100 万ぐらいか。オール年間維持費がタダなんだよな。プラチナさん、ありがとうございます。フラットマあのナムル決まった。あだす。ブラックいらっしゃい。確か年間100万ぐらいで3号 GTR のオーナーはタイヤ交換からオイル交換から何度でも、あと、まあ全部無料なんだよ。うん。1年だったっけな ?2 年だったっけな、日産プレミアムっていうのがあるんだよ。上三川の工場で。いやー、それは俺、3号のエンジンは開かない。もうだって36だろ今は。もう3号は新車はないだろ。ちょっと待って、ごめん。上の川、知らない、そんな場所。ごめんね、ひげ剃っちゃって。これ面白い質問だよね。うなちゃまんさんが最後に所有してた自分名義の車っていつ頃のですかって。じゃあ、所有してるってことは自分名義以外にねえだろうがよ。変な質問してんじゃねえよ、おめえよ。おい。バカが。間抜けがよ。なあ。おかしいだろ。なあ。他人名義の車所有って、そこはもう矛盾してねえか?どうしちゃったの?夏にまたオーバーヒートしてるよ、脳が。
脳が、ああ、もうダメだ、これ。やばいよー。やばいよー。何をこいてるのかな。お疲れさん。今冷え剃ってっからね、あんまり相手できないけど、ごめんね。車の話をすると女子が来ないですね。いや、ロムってるよ。おっしゃ、トゥルトゥルになって、トゥルトゥルによ。あとで DHC してこないじゃん。プラチナさんがありがとう、ナムル、決まった。こういう花火一発一発が私の明日の生きる道しるべになっております。ありがとうございます。ザース決まった。ありがとうございます。で、なんだっけ、さっきの、もう忘れちって、さっきなんか言ってた、脳が汚れてたらパータローいたろ。あ、もういなくなっちゃったか。はい、いいや、まあ。どうでもいいや。ひげ剃ってるうちに忘れちって、もうなんだっけなっちって。ごめん、ごめん。基本見ないから、俺、そういうのは。付き合ってらんねえべや。でもよ、大阪はよ、飲み屋のさ、飲み屋っていうか飲食店関係の、その休業要請、休業っていうか、まあ要請が20日までじゃん。これ20日までにその後どうすんのかなっていうのはわかんねえよな。俺延長すんじゃねえかなと。プラチナちゃん、ありがとう、ナムル。ピラフ、チャーハン、決まった。あざーす。プラチナちゃん、ありがとう。ささやきも入れてやったよ、この野郎。ナムルからピラフからチャーハンまで行ったよ、お前。どうなんじゃないよ、お前。俺も今月の上がりを入れると、鬼レモンがありがとう、ナムル、決まった。あざーす。いつも生で絞ってくれてありがとう、鬼レモン。くぅ!いいね!バカはバカだね、ほんと。ささやきだから、もうささやきおじさんだから、生絞っちゃってんだ、鬼レモンなんかもう俺にもう生絞っちゃってんの。ガーッてもう絞っちゃってんの。ああ、そうよ、お前。
楽しいかどうかわかんねえけどよ。うん。プラチナさんもそうだけど、うん。鬼レモンもそうだろ。うん。だいたいふざけてんだよ、みんな。俺の放送に。ねえ、来る人は。意外と。だから、アンチが、ああじゃねえ、こうじゃねえ言ってきても、みんな結構さ、シーンと見るんだよ。さあ、このバカアンチ、ちゃんまんどう対応すんのかな、みたいな、みんなさ、地味ロブリすんのやめて、もう。俺さ、そういうの来るとさ、みんなさ、地味にロブってんべ。なあ。マジで。地味にロムるよね。ああ。いや、いいんだけど、じゃあ、まあ、今、時間帯が時間帯だから、3時ぐらいだろ。200人ちょいぐらいだから、2、300人、いいんじゃないですか。うん。このぐらいの流れで、うん。だこういうのがさ、今みんなにコメント見えてるかもしんないけど、大衆墓場。もうこういうのって、このコメント一個、打つ意味の何があるのかなって思っちゃうんだよ。うん。え、鮫島なんかうちの親父にぶっ飛ばされて警察呼んじゃったぐらいのやつだから。クソだろ、あんなの。70歳のじいさんに喧嘩売って警察呼んじゃってんだから。バカだよ、お前。なんだ、あいつ。精神病が。だから、どっかよ、傷んでんだよ、やっぱり。うん。だってよ、関係ねえよ、人間の店に行って、その、あんたんとこの息子はどうのこうのってガチャ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 やって、な、んなことやるわけねえじゃんよ、普通に考えたら。病気だよ、もう。もうダメなんだよ。病気。マジで、普通に考えて。だから、もうアウトなんだよ。だから彼は永久バンになったんでしょ?ふわっちを。だって彼はニコ生でも自殺配信もしてるし、腹かっさばいて。なあ。自分で包丁持ってきて。そこで死んどきゃいいのにって思ったよ。ああ、首も切ってたね。うん。
いや、人にボンブ入れるとか、その前に、お前が過去にやってきたことは、大体死ぬ死ぬ詐欺だから。知らないんだ、ポンちゃん。彼はお腹も切って、うん。首も切って、あと、ベランダから、空にフライングハイしたよ。なあ、鮫島飛んじゃっただよ。空飛ぶやろ、もや。足折ったかなんかして。死ななかったけどな。はっ、ウッケんだけど、ほんと。荒かすなよ、ほんと。空飛んだんだ、みたいな。いや、2階じゃねえの。だからそこら辺はセーフティーはかけてんだよ、自分で。うん。うん。まあ、なんか、身内がなくなったんでしょ？最近。だから近いうち本人も行っちゃうんじゃないの。まあこんなこと言うと縁起悪いかもしんねえけど。まあもう俺は絶対嫌だから。やばいから。うん。触りたくないから。うん。言っちゃ悪いけど、もう俺の中では気違い認定だから。うん。もうやめてって感じ。もう関わってくんなよ、みたいな。もう殺すしかねえよ、勝つには。うん。もうやばいんだから。近づいてきたらやるしかねえよ、本当に。あんバカ。マジで。いや、俺は、だから、花だな。そこ、ちょっと花だ、ここ、聞けよ。俺は、人に危害を加えに、わざわざ行くことはないだろ？だけど、他は、俺に来るんだよ。だから来られたら、じゃあ、守んなきゃしょうがねえだろよ。お前もそうだろって、俺行かねえもん。うん、俺一人でプラプラこの辺で飲み歩いてるだけだから。うん。そうじゃね？花田。いや、淘汰されるから、うん、まあ、ふわちゃんがどう対応してんのかわかんないけどね。だって俺、だって俺から言ったのなんてなんもねえぜ。そうだろ？みんな、過去に、俺18年間の配信歴の中で、あの野郎っつって、配信しながらどっか突っ込んでったことないよな。ある？ねえべや。全部組んだね、向こうは。
パータがよ。うなさんの才能が羨ましくてしょうがないんで、いや俺は才能は別にないけどね、ただもう関わってこないでほしいんだよ。俺はこっちから行くことはないから、ね、顔もいりゃムンコの叫びみてえな顔してるしさ、病気だよあれ、一歩間違えやちょっとやばいよな。もう俺はっきり言っちゃうけど、知恵遅れ一歩手前でギリセーフって感じだもんな。おかわり取ってきます。顔見りゃわかんだろ、あんなの、あんな知恵遅れ一歩手前だよ。たまたま助かっただけだよいしょ。はいよ、ただいま。あんたたち行くわよ。いいわね。警備。どうす。ただいま。早かった。いやいや、酒作ってきただけだから。俺は今日はね、夕方からね、ペロ野球を見て、寝るだけっすよ。皆さんは何しますか？ねえ。最近さ、もう、なんだろうな。寝腐りだよね。もう、暑くてしょうがねえから、表に出ることなくなってきたよね。マジで。もう、外出たら危険だぜ、もう。だって自分の体温より温度が高いんだからよ。普通に考えて。いや、海行きましょうじゃねえよ。だから誰が連れてってくれんだったら行くよ。バーバー海連れてってくんねえかな。あいつ。なあ。まあ俺は子供いねえから、いいけどよ。自分だけだからよ。連絡しよう。電話してみようか。なあ。
ミカで、おいってお前海連れてけよつって言ってみようか。お前よつって昨日俺のことディスってたんだからよってそのお返しにちょっとなんかねえのかよつって。いやいいんだよ行ってプラプラしてな昼ぐらいに昼か午後ぐらいに着いてなこのぐらいの時間に海着いてビーチでレーってやってでその後帰り際にこっからだったら白浜のトレトレ市場なあの辺でバーベキューかまして帰ってくれいいんだから。いや、俺が連れてくんじゃねえの。俺乗せてけっていう。まあいいや、電話すんのめんどくせえから。あいつ多分寝てるよ。いや、俺も言いたいことあんだけど、あの野郎に。あの野郎昨日よ、放送でよ、俺のことディスってよ。何が？うなちゃん昨日はありがとうだよ。ありがとうっておかしいだろ。なあ。そう思わない？かわいいフレブル。ああ、これは俺が飼ってるやつじゃない。飼ってたやつじゃないよ。本のやつね。そんなの大丈夫だよ。アンチに煽られてもよ、いちいちうるせえんだよ。